皆さんこんにちは、なあちゃんです。今回はセクシーゾーンチャプター2ドームツアーグッズを開封していきたいと思います。イエーイ。それではスタート。今回ですね、ちょっと最初郵便宅配が来た時にマーチカンパニーから来たってなって、マーチカンパニーってなって、え、なんか頼んだっけって、マーチカンパニーって調べたら、まあ、元ジャニショのだからツアーマーチ、あのジャニーズマーチみたいなあったじゃないですか、あれのやつだったみたいな。でめっちゃ今回重いんですけどなんでだろう。はい、では開封していきたいと思います。今回は全種類買ったわけではなく、そうね、自分が欲しいなって思うものを買いました。じゃーん、こんな感じで入ってました。じゃあまず何を開けようかしら。まあ、まずお楽しみだったフィギュアから開けましょうかね。はい、これこちらがですねフィギュア、発表された時に X でめちゃめちゃ話題になったんですけど、フィギュアとはみたいな感じで、かわいいな。例として松島さんだけをちょっと開けていこうかなと思います。なんかもともとはちょっとね、値段も値段なので1個だけにしようかなと思ってたんですけど、結局その母のも合わせて買ってるんで、まあ、で母がケンティーと風磨くんが欲しいって言われて、あ、ちょっとそれで3体だけっていうのをかわそうだなと思って、勝利くんも追加で買ったっていう感じです。そうちゃんを例に開けていきます。こんな感じで、ビジュがそのチャプター2のアルバムのビジュですね。かわいい。じゃーん。結構重い。これね、4体並べたらめちゃめちゃ可愛いですね。ちゃんとここのそうちゃんのほくろとか、この私眉毛、眉上のほくろが好きなんですけど、再現されてる。握手体よりちょっとちっちゃいぐらいですかね、サイズ。X で見たんですけど、結構その扱いが未開封のまま放置してるとちょっとベトベトになっちゃうので、なんか気をつけた方がいいみたいな、風通しを良くした方がいいっていうのを見て、ちょっとケアをね、なんかやっていきながらちゃんと保存したいなと思ってます。なんかトイストーリーに出てきそう。よく見たら目がハートになってるんですね。かわいい。全員ハートになってる。風磨くんはこんな感じで唇がふんってなってます。勝利くん、これちょっとあんま笑ってないけど、なんかキリッとした顔ですよね。そしてこれがケンティー。あ、耳のほくろもちゃんと書いてある。これ見えるかな。耳にほくろがちゃんとつけられている。こんな感じでした。続きまして、じゃん、こちらがですねアリーナツアーのフォトブックとなっております。これね、面白いですよね。松島フルーツパーラー、中島カメラ、東急ハンズみたいにセクシーサンキューとか、寿司くいくち、砂糖薬品、なんかありそうで、このセクベアちゃんもちょっとスタバっぽいし、めっちゃおもろいなと思って、私この今回のセット結構探すのがめちゃく楽しかったですね。なんか人の名前とかリハの写真とかも入ってます。でそうちゃんがパジャマを着てる、ビーチジョンさんの。あー、この時のビジ最高だ。今回のアリーナだった時の女装は、私一番ケンティが一番可愛かったかなって思う。去年は私は松島さん推しだったんですけど、松見推しだったんですけども、今回はちょっと中島さんが勝ちかな。で衣装のこだわり部分とかも書いてあります。でいろんな会場のビジュも見ることできるんで楽しいですね、見てて。ちょっと後で読もう。次、ジャンボうちわ、じゃーん、そうちゃんの2枚。今回は初めてこの手で持つところとか、ここの縁がメンバーカラーっていう初めての。いつもは白か、去年の冬がちょっと茶色みたいな。今回はメンバーカラーっていう。そうちゃんここにもほくろあるんですね。ちょっと初めて知ったかも。で後ろにもそうちゃんがいるっていう。これなにわ男子とかでもあったんですけど、その最初のライブかな、デビュー
コンのやつもあったんですけど、後ろに人がいるってちょっと可愛いですよね。ビジがいい今回もあります。私左しかできないんだよな、右苦手なんだよね。私左の方が得意。ずっと見とられるわこんなんね。そしてですね、次母用、母のケンティー、ちょっと濃いめの青ですね。めっちゃビジュイ、後ろがこんな感じでちょっと決めてますね。ケンティーこれですね。こっちかな、ちょっと角度合わせれないな。結構その見えますね、あれが、シワが、手相とかがすごい見える。ぜひ買ったら見てみてください。結構はっきりと見える。そしてふうまさんです。じゃん、ちょっとふうまさんやんちゃな感じです。こちらも濃いめの紫ですね。はい、で裏がこんな感じ、カッコつけてますね。カッコつけてますねって、まあカッコはつけてますね。はい、で佐藤さんはございません。大変失礼いたします。いや、勝利くんのうちは買ったことないんですよね。多分なんか友達に買って代行で買ったことはあるけど、勝利、まあ一回揃えるのもいいかなと思いますね。続きまして、じゃじゃん、しょうちゃんのクリアファイル、こちらが A5 サイズですね。かわいい。これはソロコンのタービランスの衣装ですね。こちら私片側だけこう編み込んでるのめっちゃ好きなんですけど、これは片側だけじゃないやつなのかな、ね、こんな感じで裏がセットがぼかしてある感じでございます。それで最後パーカー、今回は初のチャック付きのパーカー、ブラックとベージュあったと思うんですけど、私たち親子はベージュを買いました。こちらがパーカーです。なんかその X を見た限りちょっと大きめっていうのは見ました。で前こんな感じです。ちょっと大きめ、見えないかもね。結構男性でも入る感じ。前側はすごくシンプルで、ここにチャプター2って書いてあるだけなんですけど、後ろがこんな感じで、ここにバーコードがあったり、洗濯のなんか洗濯の手洗いとかいろいろあるやつとか書いてあったり、いろいろ面白いデザインになっております。でここがドームツアーの日程とかが書いてあります。でこの首のところはこんな感じのタグです。かわいい、はい、実際にちょっと着てみたいと思います。着てみました。結構私は151センチなんですけども、割と袖がオーバーサイズみたいな感じになっております。見えるかな。で丈も大きめですね。ちょっとカメラを逆にしたいと思います。まずこんな感じですね。丈感は腰がここなので結構オーバーサイズかな。結構大きめ、男性でも着れる、めっちゃでかい。チャックを閉めるとこんな感じ。ちょっと彼氏のパーカー借りてる感はあります。着られてる感みたいなのは。後ろはい、こんな感じでチャプター2インドームのグッズを紹介してみました。結構、まあ、新しい試みのフィギュアだったりとか、あとはそんなに去年とは変わってないんですけども、パーカー、チャックのパーカーとかだったりとかは珍しい感じだなと思いました。で私はちょっとツアーにはこのパーカーは着ていかずに行こうかなと思ってます。でもなんかそれはちょっと寒い、シンプルに寒いのと、あとはちょっとねパジャマ感が出てしまうっていうことで、ち
ょっとこれは家でいっぱい着たいと思います。こんな感じでグッズ開封やいろいろなオタ活の動画を上げているので、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、なーちゃんでした。バイバーイ。